はい、こんにちは。今日はですね、フィルイン、2泊でできているフィルインを使って、ちょっとおしゃれに発展させましょうというような動画を作ってみようと思います。使うフィルインはこんな感じ。たたたたた、もう一回いきます。まあ、手順はいろいろでいいんですけども、タタタタタ、全部こうオルタネートでもいいし、右左左右左とか、右左左左右とか、いろんな方法を考えられます。まあ、やりやすいやつで、まあ、この時点ではなんとかなると思います。ビートにはめてやるとこんな感じ。ちょっと今わざと最後のタタの部分を左スタートにしたり右スタートにしたりやってみたんですけども、僕はちょっと左スタートでやった方がやりやすいですね。右左左の後に左右ってやった方が、まあ、若干気持ちよかったです。まあ、これについてはどちらでもやりやすい方でいいんじゃないかなと思います。スピードによってね、オルタネートの方がやりやすいっていう場合もあるとは思うんで、その場合はまあ臨機応変に対応すればいいとは思います。でですね、これをどうやって発展させるか。例えばこの「たたった」の、空いてるところに「たた」ちっちゃくゴーストを入れる。でもう一回「たた」になるので「ん」のところにゴーストの音を入れて「たた」聞こえましたね、ゴーストの音。で最後もこう実は16分音符分余ってるので、そこにもう一回ゴーストを入れてもいいです。ね、ちょっとここに最後にやってみますよ。ワン、ツー、スリー。感じでゴーストを入れるとちょっとなんかおしゃれな感じになってるかなと思います。はい。でもう一つ、ゴーストノートが入ったところのその小さい音をさらにダブルにしてドラッグみたいな感じでね、こうやってちっちゃくドラッグします。こんな感じですね。ワン、ツー、スリー。こんな風に発展させてもいいんじゃないかなと思います。それからですね、右手で全部このフレーズ「タタタタタ」をやって、左手でドラッグで読める。タタタタタタ、こんな感じですね。で後半も「タタタタタタタあああああ」こうやると右手が移動しやすくなります。なんかこうドラッグでつながってかっこよい、良いような感じに聞こえますよね。ワン、ツー、スリー。
こんな感じです。はい。それからですね、まあよくあるこういうファンキーな、フレーズ、フィルインの代表として似てるんですけど、こんなのありますね。タンタタッタタッ。さっきのと似てますけど、さっきのはタタッタ。次は、今やってるのはタンタタ。タンタタッタッ。はい。タッタタ、ウタタ。フレーズに、ビートにはめてやりますとこんな感じ。ワン、ツー、スリー。で、これも今ちょっとやっちゃいましたけども、ゴーストを入れてタタタウタタ、ゴーストを入れます。ゴーストタタで、その後ゴーストを入れてからこんな感じね。タタタで、その後ゴーストを入れてからタタで、最後もゴーストあってもなくてもいいです。こんな感じ。ワン、ツー、スリー。で、同じように、さっきと同じように、ドラッグ。こんな感じ。で、またこれも右手だけでフレーズをやってタタタタタで、左手でドラグタタ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 タで、最後もドラグ入れても入れなくてもどっちでもこんな感じやります。タアアアアア、こんな感じですね。せーの、こんな感じでゴーストノート、を一発入れたりドラッグ入れたりして、フレーズをかっこよくしてみるというお話でした。それでは頑張って。